ベルガモの駅から 1A のバスに乗ってベルガモのケーブルカー乗り場へ向かっています。なんとバスのチケットは新聞屋で売っています。中世から変わらないと言われるバッキア広場です。お坊さんが歩いておられます。ベルガモの大聖堂ドーモです。ガイドさんが案内してますが、イタリア語なので分かりません。これは死の塔です。サンタマリア・マッジョーレ教会の内部です。見事な装飾です。豪華です。すごい豪華な教会堂です。ドーモの中です。この中も綺麗な造りになっています。静かにお祈りするための部屋だそうです。お昼の鐘です。サンタビリジオの他のランチです。レストランです。パスタで、これはベルガモパスタスタイルです。ベルガモ風です。これはさっき私がお昼ご飯を食べていたレストランから見えていた山です。ぶどう畑です。お天気になってきました。これはベルガモの旧市街です。そしてこれが新しい方の町です。そして丘の上の教会です。そしてこれはケーブルカーの入り口です。ケーブルカーはまだ来ていません。カーがやってきました。赤くて可愛らしいです。運転手さんは何か呼んでおられます。カーブに差し掛かってもまだ何か読んでおられます。下り坂でも一切操縦しようとされません。駅が近づいてきても全然操縦桿を触ろうとしません。一体どうやって止まってるのでしょうか。ずっと本を読んだままです。駅
から見たベルガモ・アルタの様子です。ベルガモ駅です。